アイドルグループ、乃木坂46のヨダユ樹キが主を務める、テレビ、東京木ドラ24、量産型リコ、も、一人のプラモ女子の人生組み立て機、毎週目、新0時30分第7話、10日放送のあらすじと、場面写真が公開、レた。今作は、2022年7月期に放送された、前作、量産型、コ、プラモ女子の人生組み立て機、 の世界は別のもう一つの世界を生きる小向井子コ、ヨダ、成長を描く。今作の理子は、幼い頃から明る、活発で、裏表がない性格のため、友達が多く、イサオはいつもオール3.5で、クラスの中間地を行く、ウナタイプの人間。就活中に思いついた風、シェアリングのアイデアをもとに友人とす、トアップ企業、ドリームクレイジー、ドリクを立ち上げ、 社長を務める。ドリクレメンバー、作った、ノコルナのサービス発表会が行われ、リコは、フ、ドロスビジネスで最年少ユニコーン企業を指す社長と、多くのメディアに取り上げられ、目を浴びていた。そんなリコに対し、共同創業、である浅井前田大志郎は、嫉妬心を抱き、ある、の定例会議で、社長交代の提案を持ちかける、して、交代に乗り気なリコと、 浅井はジャンケで戦うことに、社長の座をかけた決闘が幕を蹴る。